どうも、孝太郎です。今日はね、なんか嬉しいね。なんか何が嬉しいって、ついにですよ、この孝太郎ドラマティックライフチャンネル登録者数1000人いきました。嬉しいね、これめちゃくちゃ嬉しいです。もうほんと普段見てくださってる皆さんのおかげです。まあ記念して七色団もやってきました。今日はね、あいにくの雨ですけれども、まあこの雨がいい風にね働いてくれるんじゃないかなと思って、じゃあ行くぞ。今日も一日七色どうなるんでしょうか。頑張ります。じゃあもう朝一ね、これで116、めっちゃいいね。天守もちょっとちゃう気がしてきたな。俺も行っとくか、もう俺はもう行ったろ、ほんま俺も出すしかないわ。これ何の箱やと思う。行きますよ、クワックボックス。来たー、これインコ行っとこうか。インコちゃん、カメイルインコ、これね、奥にこれでさよなら。なんかうーんでやんって感じだな。はい、どうしましたね。ここに来ての金字台で、これでちょっと攻めていきます。もしや今年七色ノンフィッシュか。まだ切な、今年なんか全然やな。貯金貯めてんねん今。一気にこうバーンって下ろすからで、もう今あれやチビ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 もう貯めて次来た時ドーンってこうベアーってやつやよ。見といて、そういうのが来るから。もう今からキングジムダンディにボーンってドーンっていってゴンっていう感じやから、もうよし今からやりますよ。このね雨がきっと僕に味方をしてくれるはず。だから流れ的には35、42、60、はい、この流れこれでいくぞ。これキムジムダンディに35センチぐらいの感じがいい。よう出たなみたいな。強くなってきましたけども、これでやっていきたいと思います。めっちゃ強いやん、めっちゃ大粒やんと思ったら、ここ植物の下やから余計大粒になっとんねん。あれちょっとマシになったもん。なにこれわー、もう染みてきた道やん、カッパから。
俺は負けやけどな、こんな雨には。もうすぐあの瞬間来るよ、ほら出たっていう。ほら出た。抜いちゃいます。ちったかったよ、抜いたけど、あんたちしちゃって、ほら出た。ちょっと待って、言うたら35から言うとって。まずはでもキングジムダンディ、これ飛び出したよ、これ見た、来たね、ナイスバス。じゃあなよ、今年初バスです。いやいいね、やっぱトップ最高、サイズ関係なく嬉しい、これでこれやで。いやありがとう。はい、今年の何色初バスはこれでした。じゃあありがとうバス君、また大きくなって戻ってきてくださいね。よし、じゃあ見返したいと思います。じゃあね、元気やねこの子。はい、じゃあ行きます。いやー最高。いやーこれやからね、突破やめられへんな、マジで嬉しいな。続きやりましょうかね。キングジムランディっていうのが良かったやろ、やっぱり。いやー嬉しい。貯金下ろしてないけどね、あれはもうほんまに、もう最高いやな。嬉しい、マジで嬉しい。あ、手前のでパパン出たね。いやもうちょいサイズかと思ったけど、いやそんなん言ったかも、サイズ関係あらへん。よし行こうか。いやもうこれ釣り上げ守りのおかげで、俺釣り上げ守り今日はいい仕事してくれてます、ありがとうございます。サイズアップお願いします。よし行きます。やっぱダータに出る魚って激しいよね、完全に。雰囲気めっちゃいいよな、ここら辺。お、突き上げたな、今。
ナイスキャスト。こいつやねキング、これやります。出るか出んかの時って楽しいな、やっぱ。出た出た出たよ、マジか。お、サイズアップサイズアップ、うわー、 A サイズ A サイズ。うわ、これフック、しっかりかかってないかも。抜いちゃっていい？ほれ！キングジムだ！最高や。やばくない？もう太鼓ええけど、43ぐらい？いや、43センチ。いやー、かっこいいな、やっぱナイロのパスは。あー、うれしい。ありがとう、ありがとう、君。またね。じゃあ、帰っていてください。ありがとう、遊んでくれて。かっこいいな。いやー最高やな。めっちゃかっこいい、やっぱ七色のバス最高やな。柄もめっちゃ吐き出てかっこいいやな。やっぱこの一匹に出会うためにここ何ヶ月か七色に通って目が釣れない回が続いたわけですけれども、今の一匹みたいなのに出会うと最高って感じです。いやーほんま、しかもね、しかもキングジムダンディで釣れました。今日来てるね、キングジムダンディ。ドラマティックな瞬間にね、まあ出会いたくてこうやって足しげく通うわけです。 YouTube のね、コウタローズドラマティックライフの通して皆さんにね、お伝えできたらいいかなと思いますけども、いやもうほんまね、本人はね、めちゃくちゃ嬉しいっす今。いやもうめっちゃ嬉しい。いやもうほんまにもう、こう今日帰ってとは言わんけど、もうほんとちょっと乾杯ってしたいね。さあ引き続き、これもボロボロになるまで釣ったのかな、今日は。いきますよ、引き続き。いやーでもほんまね、さっき釣れて、もうありがとうって言って、こう釣れてきてってこう釣り上げ物握ったわけや。これのおかげで。これもあるわ、多分。いやー嬉しい。でも次はもうだから、60来たな、これ。よく出したらあかんけど、60っすわ。お願いします。お願いします。本流の方に来ております。じゃあ移動しての台と、
長良君にはいないよね、バスは。でもすごいいい感じな。最高って感じだよね、テンション的には。はい、全然動かんぞって。いいっすか、久々にトワークさん食べられるとこ見たいな。パクってパクって言うとこ見たいな。出た出たよ。ちっちゃいけどね、ちっちゃいけど、まあ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 、言った通りやね、トワークさん食べられるとこ見たいな言って。おお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 バスさん、いらしたいと思います。じゃあ、ありがとうございます。すごいね、元気、元気な子、歓迎っていうか、バシャバシャって言ってたね。いやー、嬉しいな、ほんまに。あと、2匹は追加するかな。頑張ります、いくぜー、今日はノットーす。おい、ちょ、やばいぞ、これ。うわー、行くか。お前、これ、やばいて。うわー、やば。いや、普通に怖いて、もう。あんな行ったらあかんて。よし。はい、ってことでね、北山川上流にやってきております。最後にね、いいのをポンって釣って。あ、気持ちいいっつって帰ったよね。いきます。これぐらいの距離出たら気持ちいいな。こいつやわ、これがええ、結構好きやな、ナットいいよね。なんかホッとするわ、普通のとこ来ると。いやー、今日やりきりましたね。いやー、いい一日だったんじゃないでしょうかね。朝ちょっとちっちゃめの釣って、その後40センチ追加して、でその後もう1本追加っていうね、3本、実際釣り上がったのは3本で、まあバイトもありましたし、すごくまあ今日は一日いい日だったと思います。最高のドラマティックな一日になったんじゃないでしょうか。毎回こういううまくいくわけじゃないですけども、まあこれからも通い続けてね、皆さんにいろんなこうシーンをお見せできるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それではまた。